ザリガニ下目は、甲殻類、十脚目の分類群の一つ。エビ類の分類群の中でも、大きなハサミ足と硬い外骨格で特徴付けられる。淡水性の、いわゆる、ザリガニ類のほか海星のロブスター赤ザエビなど、約650種が知られる。日本では各地に、アメリカザリガニが生息し、身近な水辺の生き物として親しまれる。ザリガニ科目は、 ホーランアモクに属し、淡水性のザリガニ浄化、南ザリガニ浄化と、海性の赤ザエビ浄化、ショウグニエビ浄化の4浄化により構成される。体が円筒型で、第一歩客がカニのような大型のハサミ足になっており、第2、第3歩脚にも小さなハサミがある。腹部は6節で構成され、第2、第6節の復興では幅広い側が、ハラがシュを覆う。 両目の間に鋭い楽角があり、東京港には、頭部と胸部を分ける、首溝がある。アメリカザリガニを上から見ると、目の間に楽角があり、東京港が Y の字に仕切られているのがわかる。ザリガニした目のうち、炭水性の二乗化は特に大型の卵を、少数海、子供は、卵の中で幼生期を過ごし、生態に近い姿で孵化する。 時期達発生を行うグループである。変態をしない時期達発生で、プランクトン生活を行う時期がないことが、流れのある河川の生活へ適応するのに有利に、働いたと考えられる。多くの種類が、世界各地で食用に漁獲され、ロブスターなど重要な漁業資源となっているものもある。日本でも赤ザヤビ類を漁獲するが、日本在来のザリガニは、北方系で、 小型種ということもあり、日本で炭水性ザリガニ類を食用とする文化は発達しなかった。また、炭水性ザリガニ類は、サワガニや木ニテナガエビなどと同じくジストマなどの寄生虫を保持することがあり、食用の際はよく加熱するのが原則である。また、炭水性ザリガニ類とショウグミエビ類は、干渉用としても飼育される。 ザリガニ下目は、以下のように分類される。テナガエビ、鉄砲エビ、アナエビ、アナジャコなどは、ザリガニ類に似ているが、別の仲間に分類される。メキシコザリガニ、将軍エビの一種アメリカザリガニ、固有種のザリガニに、アメリカ合衆国より入,入した2種の外来種が加わり、2か3種が生息している。体長は、複眼後部から、汚染先端までの長さを示す。 日本ザリガニキャンボロイズジャポニカスアメリカザリガニプロカボラスクラルキーウチダザリガニパキファスタクスレニュースクルス日本近海では少なくとも3か10種の海生ザリガニ類が分布する赤ザエビメトアニフロップスジャポニカス沖縄エビネフロプシススツーティーウッドメイソン1872オサテエビソーマステキールズジャポニカスカルマン1913 将軍エビエネプレメトパスオキデンタリスウチダザリガニとタンカイザリガニはかつては別種とされていたがその後は同種内の亜種とされた。しかし最近の研究では亜種の違いもないと言われる。ありがとうございます。